若年時から創作的な色鍋島の制作に取り組み、日々研鑽に努め、染付吹き墨、薄墨吹き墨の技法を確立し、人間国宝に認定された十三代今泉今右衛門氏。十三代今泉今右衛門の薄墨技法の作品は、非常に人気も高く、入手も困難です。薄墨に映える赤の発色に薄青緑色も清涼感があり、品格の高い花瓶です。隅から隅まで丁寧な仕事をなされている作者の作品を、ぜひこの機会にご愛蔵くださいませ。